1945年1月31日、この日新たな戦闘団が編成された。グロースドイッチュランと予備旅団とユンスドルフ兵学校の一部から編成されたこの戦闘団は一見末期ドイツによくある蘇生乱造師団だと思われた。事実戦車は定数を満たしていない上装甲敵団兵は名ばかりで移動手段は自転車であり、駆逐戦車大隊に至ってはパンツァーファウストとパンツァーシュレックを装備した敵団兵がいただけであった。この反壊した戦闘団は瞬く間に壊滅すると思われたが、事実そうはならなかった。装備こそ劣るものの兵員の中には精鋭ゲーデー師団に従事し東部戦線で戦い抜いた者も多く、戦車連隊も定数を満たしていないもののパンターとヘッザーからなる2個大隊がいた。そしてこの戦闘団の最も恵まれていた点はその指揮官がグエリ・ラングカイトであったことであろう。ポーランドからフランス、スターリングラードと数々の戦場を戦い抜き、騎士鉄十字章を受章した彼に率いられた指揮旺盛な兵員は決して侮れないものであった。2月初頭、編成されて間もなく戦闘団は東へ送られ、同時にかつての帝国に由来する軍マークと名付けられた。師団最初の任務は約1ヶ月続いているソ連軍の攻勢を阻止することであった。ソ連2個戦車軍団がキュストリンとフランクフルトを目指しているという情報を受け、師団は即座に出撃。オーデル川東岸の丘陵地帯に陣取り、隠蔽されたヘッザーが敵戦車を引き付け、敵が混乱したところで本命のパンター大隊が前進し打撃を加えるという戦法でソ連軍を撃退。補給が不足していたこともあり、一時的ではあったがソ連軍の進撃はオーデル川で停止した。しかしソ連軍はオーデル川西岸での橋頭保の確保に成功しており、この橋頭保からベルリンまではわずか数十キロ。これを排除しないことにはベルリンは常に危機にさらされていることになる。師団はソ連軍をオーデル川東岸に押し戻すべく幾度も攻撃を仕掛けたものの圧倒的な兵力差を覆すことはできず、排除に失敗。むしろソ連軍が反撃に繰り出し橋頭保はますます強大に。度重なる防衛戦を得て師団の損害も増え、一旦後方へ撤退し再編成することになった。だが3月30日に約2ヶ月奮戦していたキュストリン守備隊がついに降伏。オーデル川とかの障害がなくなったことでソ連軍はベルリンを目標とした攻勢を開始。4月16日午前3時、オーデル川沿いのドイツ軍陣地に120万発の砲弾が降り注いだ。直後に数百両の戦車に援護された数万もの歩兵がドイツ軍陣地へ突撃、ゼーロー高地の戦いの始まりであった。予備として待機していたクンマーク師団も前線に呼び戻されゼーロー南方を守備することに。16日の攻撃は師団の活躍もありソ連の大敗に終わったが攻撃は続行され、17日に入るとソ連はゼーローを南北より包囲しようとする動きを見せた。北方こそ突破されたものの南方での攻撃は師団が反撃しこれを撃退。だがやはりソ連軍の重圧には耐えきれず、17日深夜にゼーローは陥落。それでもドイツ軍は次の陣地へと撤退し死に物狂いで抵抗、少なくとも18日中はなんとか陣地を保持していた。だが19日午後には後方のミュンヒベルクが陥落、各所で戦線を突破されたドイツ軍は総崩れとなり3つに分かれ撤退し始めた。撤退最中に師団は他の国防軍や親衛隊師団と共に包囲される。ここで師団の命運は尽きたと思われたが、ドイツ軍はベルリン南東50キロまで撤退。ここより戦線を突破し西方の第12軍と合流することを画策する。4月28日、師団の最後の戦いが始まった。クンマーク装甲敵団兵師団、第 10SS 装甲師団、第 502SS 重戦車大隊を主軸に北への攻撃が開始。幾度も試みられた突破の動きはことごとく失敗し、これが最後の攻撃となり失敗は許されない。無差別に降り注ぐ砲弾をかいくぐり、とうとう戦線を食い破り西方への活路を見出した。この小さな突破口より脱出しようと包囲下の将兵が殺到、ソ連側もこれを阻止しようとこれに集中砲火を加える。ここにおいてドイツ軍の指揮統制はほぼ壊滅しており、皆やみくもに西を目指しているありさまであった。それでも重戦車大隊のティガー2はひたすらソ連軍陣地を踏みつぶしながら前進。攻撃開始2日後には第12軍先鋒までわずか10キロの地点まで進出。そして翌日5月1日早朝には第12軍の信号弾を視認、わずか2両となったティガー2はこれと合流すべく突進し、ついに第12軍との合流を果たした。これにより2万の将兵と数千の市民が西への脱出を果たした。また4月30日に師団長であるラングカイトが75回以上もの戦車戦を経験したことより金色戦車戦闘賞を授与された。ただ前述の通り指揮統制が崩壊していたこともあり、後方にいた集団は脱出前に再び包囲され、
降伏を拒んだドイツ兵は徹底抗戦の後自決。これら集団には軍マークの将兵も一部含まれていたという。さて第12軍と合流した師団本隊はその後も追いすがるソ連軍を撃退しながら精神。最終的にはエルベ川まで到達、5月5日にエリホー近辺にてアメリカ軍に降伏した。編成されてからわずか3ヶ月、師団の戦いはここで終わった。足りない兵員や装備をやりくりし、大戦最末期でありながらも師団は前線にその壊滅を防いだ。果たしてこれは滅亡が決まった帝国の最後の悪あがきだったのか、それは誰にもわからない。